熊本市南区宇治口町井伊様からありがたいお礼のおはがきをいただきました。金箔がついても剥げない国産仏壇、お仏壇の販売が天職永田光希でございます。2020年2月の25日、今日は火曜日ですね。今5時37分朝動画でございます。外冷えてますね。最近冬らしくなりましたね。はい、ありがたいことにですね、もう本当これ嬉しかです。熊本市南区宇治口町の井伊様からですね、ありがたい直筆のこれおはがきですね。もう本当にありがとうございます。これよりお礼を申し上げます。ちょっと読ませていただきます。いつもお便りありがとうございます。お仏壇お世話になりました。お参りに来てくださる方々も良いお仏壇と褒めていただきます。ありがとうございました。もうこちらこそ本当ありがとうございます。もう本当にですね、もうお客様のこういうありがたいおはがきですね、お手紙、私の元気の源、パワーでございます。もう本当にありがとうございます。もうお客様の感謝喜びはがきですね。私はですね、もう一生懸命頑張ります。もう努力の証としてですね、こういうはがきをいただく形でですね、もう精進のバロメーター、もう本当にですね、もう嬉しかです。でですね、私はですね、日本一お客様からハガキをいただく仏壇店と自称をしております。はい、冗談だけど、ほら、これだけですね、たくさんのお客様からですね、もう直筆のですね、ありがたいおハガキをいただいております。まあ、これもですね、一つですね、これはもう私の財産。もう私の財産でございます。もう私の家宝でございます。もう本当にですね、大切にしたいと思います。まあ、これからもですね、精進努力してですね、国産仏壇一生懸命頑張っていきますので、一つ皆様よろしくお願い申し上げます。はい、ではここまでこの動画を見ていただいて誠にありがとうございました。これよりお礼を申し上げます。皆様の開運をあってお祈り申し上げます。